クリスマスの今日、神戸空港ではバイオリンやフルートなどの演奏と神戸市在住のウクライナ人バレエダンサーによるコラボレーションイベントが開催されました。このイベントは空港を訪れた人にクリスマスを楽しんでもらおうと関西エアポートが企画したもので、家族連れらに記念のギフトがプレゼントされました。空港ターミナルビルのフリースペースではバイオリンやフルートなどの演奏に合わせて神戸市在住のウクライナ人バレエダンサーの演技が披露されました。すごい素敵なイベント見れてよかったなと思います。本当に大変なところからいらっしゃっているので、早く一刻も早く平和に戻ることを祈っております。今日はありがとうございます。メリークリスマス。演技を披露したバレエダンサーはウクライナへの支援に感謝の言葉を述べていました。